本日はこの秋の味覚、柿をいただきたいと思います。いや、美味しそうですね、こちら。いや、やっぱり秋といえば柿ですよね。というところで、まあ柿なんではちゃんと当然切るというところで、切りましょうかね。こちらも斜めに切りますかね。中は、あ、種がなかったですね。種なしがきでしたね。これはなんかすぐ食べれそうですね。若干黒くなってるんであれですけど、まあそれはそれでいいですかね、熟してて。美味しそうですね。というところで、あとはどうするかですよね、これ。あんまり柿食べないから、どこまで食べれるかあんまり分かってないですからね。とりあえず勢いで買ってみましたけど、どうしましょうかね。普通にリンゴみたく剥けばいいですかね。ちょっと端っこになっちゃいましたね。端っこになっちゃったので、一回切ってから、ちょっと感じで皮が取れましたね。じゃあこれをちょっといただきますね。ああ、やっぱ美味しいですね。熟してる感じもまたいいですよね。いや、この自然な甘みもたまにはいいですよね、やっぱり。いや、最近果物値上がって食べれないところですけど、こういう柿とかだったら季節の時は安いですからね、まだ。まだ現実的な値段で買えるんで、いいですし、結構味も美味しいですね、これ。一応奈良県産の柿なんですけど、ちゃんと身が締まってってっていうよりは甘みが結構あるんですよね。この自然な甘みがまたいいんですけど、こちらもいただきますね。種がないから、もう食べるとこが多いからいいですよね。そういうのはお得感ですし、食べやすいってのも何もいいことですよね。まあこういうふうに新種改良されてるんだとは思うんですけど。いや、いいですね、こういうふうに季節のものを食べるというところで。柿ですからね。まあちょっと厚く剥いちゃってるかもしれないですけど、まあ、大体っていうところですよね。かぶりすぎちゃいますね。たまにはいいですね。まあ、ついつい加工食品ばっかり食べちゃうんですけど、こういう自然なものもいいですよね。自然たっぷりで、しかも秋の味覚ってところで、デザートにぴったりですね、本当に。甘すぎずってところで。ちょっと下手かもしれないですけど、まあ大体でいいですよね。まあ、うまい人もっと早いですからね、やっぱり。というところで、これもいただいちゃいますね。ということで、本日はこの奈良県産の柿ですね、こちらをいただきました。ご視聴ありがとうございました。